人の気配はないかそれ以前に僕たちが久々の来客のようですがとりあえず手分けして調べてみよう何か発見したら報告してくれ。 そんな嘘だろ店内各所の紫外線による退職具合からこの店は3年ほど放置されていたようですまっ 割ととどうでももいいいことかもしれませんがいやそうとばかりは言えないさ少なくとも今がいつかは分かったよ年号がかすれてよく読めないけどこの雑誌にはこんな記事が載っているんだ「最初の実験より2年我が国は最強の力を得た」「水爆という世界を手にする力を」とね。 地球人類が実用兵器としての水爆を得たのが西暦1954年なんだこれが3年前の雑誌だっていうなら今は西暦1957年ってことになるつまりここは150年近く前の地球ってことさ150年前の地球そんなことありえるわけがないとは言えんな ミスターフェイズ。バカさまで。ミスターエッジ。自分は先ほど。微弱ではあるが、電波を捉えた。電波。もしかして、ラジオか。その電波はこのような情報を運んでいた。先日。人類初の人工衛星打ち上げの栄誉は。我が国の手をすり抜け。連邦のものとなった。それを受け。 大統領は友人ロケット計画を発表連邦よりも迅速な宇宙への進出を約束したと君ならばこの言葉をどう捉えるだろうか宇宙に夢をはせるものなら誰だって知ってるよ人類初の人工衛星打ち上げ成功は西暦1957年だ道理で連絡が取れないわけだ この時代本部は影も形も存在していないんだから正直信じられないでもこれだけの事実が重なると信じざるを得ないね僕たちが不時着したこの星は地球は地球でも今から150年近くも前の過去の地球だ確か前に。 聞いたたことがあったよねワープ中に誤りが生じた場合違う時の流れに行き着くこともあるっていえあれとは少し状況が違いますあれは時空連続体の中でワープによる時空の歪みが生じたものあくまでも通常の時間軸上で早く到着するか遅く到着するかということでした今回の件が確かならばこれは時間の逆行ですこんなことは 現実には絶対にありえませんとはいえこの状況では正直絶対と断言するのもはばかられますがうん時間の逆行が確かなのだとしたら自分たちの存在した空間からトポロジカルな位置に存在する空間ということかそんなことがありうるのか今の状況ではわからないだが 現実として間違いなくここが過去の地球ならばその事実を受け入れるほかあるまいつまり要点をまとめるとだ僕たちは150年前の地球に飛ばされたそして現時点では帰るすべがないとここが本当に時を超えた地球ならばなこればかりは自分たちではどうしようもない。 うん、確実に言えることは一つ僕たちがこうしていても無意味ってことだ一旦カルナスに戻り全員で再検討しよう話はそれからだ何だ カルナスがクソいつの間に統制が取れていますね軍人といったところでしょうかだとしても行動が早すぎるこの周辺に基地があるのだただのゴーストタウンではなかったようですねそんな悠長なことを言ってる場合じゃないあそこにはレイミとリムルがいるんだ待ちなさい彼らの目的は 異星人の捕獲なんだ少なくともすぐには危害を加えはしないだから今はむやみに彼らを刺激しない方がいいあなたは何者ですか僕たちを当たり前のように異星人と言いますがお前もあいつらの仲間かだとしたら何を企んでいるわ私はクラウス・バークタイン信じてほしい私は 君たちの味方だ <laughs> ミスター・バークタインお聞かせ願おうあなたが自分たちの味方であるという理由をもちろんだだがその前に場所を変えようこのままでは君たちも見つかってしまう 赤い屋根の家が見えるだろうあれが私の家だ詳しいことはそこで話そうついてきてくれ本当に彼を信じるんですかエッジさん罠であるという可能性も捨てきれないなでも本当に味方かもしれない少なくとも丸腰で僕たちの前に現れたのは確かだ それに得体の知れない僕たちに背中を見せる人間を疑うような真似はしたくないありがとう何ともミスターエッジらしいええかいませんよ本当に。